はい、こんにちは、アロマナです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はアメリカ GP コタの前の週の月曜日14日に撮っています。なぜかというと、アメリカ GP の週末なのですが、私の住む宇都宮では自転車ロードレースのジャパンカップという国際大会が土曜日、日曜日と開催されるため、アメリカ GP の日にいつものように動画を作成してアップロードするのは難しいだろうということで、今回は前の週の今日、月曜日祝日なんですけども、動画を作って、アップロードすることにしました。で、今回は久々に私が持つ987ボクスターでメキシコグランプリの舞台であるエルマノスロドリゲスサーキットを走っております。今盛大にロックしてますが、トラコン ABS なしで走ってみています。なんでこんなことをやっているかというと、この3連休久々に自身が所有する987ボクスターで峠に行ったのですが、久々に乗ったということもあるし、年を取ったということもあるのでしょう、えらく下手くそだったと思い、ゲームで987ボクスターを運転するということもまたやってみようというふうに思ったわけです。走ってみて思ったのですが、結構リアのスタビリティがないんですね。無理をするとすぐリアがブレークしてしまって、スピンもこんなさにこの状態はそうですね、スピンしないまでも全く、もうトラクションかけられない状態になってしまうので、リアの滑り方を考えながら走らないといけないという車だと思いました。これが実際の峠でこんなことには当然陥らないのですが、そんなスピードいいけど走らないのですが、これが本当にそういう車なんだとすると、実際にサーキット走る機会があったならば気をつけなければならないなというふうに思ったところです。また一つ勉強になったのは、特にこうやって外部カメラで車の動きを見ていると、F1 と違って車両の姿勢というのが緩やかに変化するので、それに応じたステアリングの当て方とか、荷重のかけ方、トラクションのかけ方をしないといけないということが、よくわかる、非常に勉強になるソフトウェアだなというのは改めて感じました。今回走っているメキシコグランプリの舞台であるエルマノスロドリゲスサーキット、こちらコースレイアウトも連続する S 字の区間が多くて、テールスライドを楽しみながら走ることができるサーキットなのかなというふうな印象も持っています。ドリフトしても面白い、ドリフト用のサーキットとしても面白いコースなのではないかというふうに思いました。今回この動画は AI ストレングス95でプレイしているんですけども、ぶっちぎりの最下位のラップタイムしか出せていないのが今の私の実力です。この辺はですね、もうちょっと練習して、中盤ぐらいには入れるタイムが出せるようになりたいなーなんていうふうに思っております。今回こうやって AI ドライバーと一緒に走っているのですが、アセットコルサ、これも販売からもう10年近く経つソフトウェアなんですけども、案外 AI がよく動いてるなというのを非常に感心したりもしますね。無理に抜いてきちゃったりってこともあるっちゃあるんですけども、なかなか面白い挙動をしてくれるAI だと思います。そんな彼らと一緒に走っていると、案外いい練習にもなったりするので、
これはもともとトラックに入っている AI レーンっていうのがよくできているからという話もあるのかもしれませんが、まあ、AI と一緒に練習するというのも、まあ、今後続けていきたい、内容かなと思っています。あとアセットコルサの話題で言うと、来年1月にアーリーリリースされるアセットコルサエボ、まあ、これが非常に気になるといったところは、まあ、私だけではなく皆さんも同じでしょう。まあ、私としてはハロワングランプリを続けられるかられないのかどうなってしまうんだろうと、モッツの今まで使えてたモッツは使えるんだろうかといったところが、まあ気になるところになります。まあ、そうこうしている間に AI と熾烈なバトルが繰り広げられているといったところですね。迎えちゃいました。見る見る離されていきますね。ちなみにこの987ブックスターのモッツですが、まあ、デザイン外観の再現度は非常に高いと思うんですが、エンジン音はこういう感じではないなというのが本音ですね。これ多分何か他のモッツの音をそのまま使ってんじゃないのかなというふうに思ったりもしますが、この987はもうちょっと音がなんていうかジェントルですね。それにしてもこのモッツの再現性は素晴らしいと思います。私が持っている車、外装の色がこの今走っている車と同じなのですが、ホロと内装の色が違うんですね。まあ、そこがちょっと合ってないのが残念で、次回は違う色の車にして、内装を私の持っているボックスターと同じベージュの車を選んでみたいかななんて思ってます。またロックさせてますね。まあ、実際の車では ABS を来ることはないんですが、まあ、練習も兼ねて ABS なしで今後もやっていこうかなと思ってます。トラクションコントロールはね、このゲーム かかっちゃうと全く前に進まないので、サーキット走行ではトラクションコントロール外した方がいいんじゃないかなと思ってます。ちなみに私の持っているボクスターは PDK と言われる、まあ、いわゆる DCT ですね、オートマです。オートマモードで普段走れますが、まあ、今回はファナテックのクラブスポーツ SQV1.5 マニュアルで運転してます。まあ、ヒール&ティー決めながら走るのも楽しいですよね。はい、そんな感じでヘルマノス・ロドリゲスサーキット987ボクスターマニュアル ABS トラコンなしで走ってみました。続いて F1 で行ってみたいと思います。はい、メキシコグランプリエルマノスロドリゲスサーキット、皆さんちゃんと発音できますか？難しいですよね。そしてメキシコグランプリというと標高 2300m の高地で、まあ、かなり気圧は低いんですが、まあ、残念ながらアセットコルサではこの気圧が低いといったところは再現されていないといったところが、まあ、分かっています。で、F1 で早速走っていきたいと思います。相変わらず速いのであっという間に
まってしまうのですが、まあ、ボクスターと乗り換えて感じたのは、まあ、いわゆるロールであるとかそういった挙動が残ってないので、まあ、非常に切り返しがスパンスパンとできるといったところで、さすが世界一速い車というのを非常に実感しました。走ることに集中できるんですね、シフト戦術。あと小回りがね、ボクスターよりも効くんですね。これもちょっと驚きました。あとこれはまあ以前から気がついていたことではあるのですが、こうやって今連続で周回してますが、本来の F1 のルールであれば1周で充電できるのは2メガジュールまで、そして放出できるのは4ジュールまでというルールなんですけども、このアセットコルサの特に RSS ハイブリッド2023のモデルだと、少なくとも放出も充電もあまり制約、放出は制約ありますけども、充電側に制約がないので、実際の F1 のエネルギーの使い方とはまあちょっと違った使い方になっちゃうのかなと思っています。今回これで言うと4メガジュール多分 4,5 周使い続けてもバッテリーは空にならない、そんな設定ですね。これは実際の F1 と違うところなので、興味のある方は概要欄に私昔調べたところを載せておくし、F1 のルールご自身で確認してみてください。それからなんですが、今更なんですが、今回このシーン、このレースはまあダメージありで走っているんですけども、そこで初めてもうアセットコルサやって3年ぐらいだと思ったんですよ、勝つんですが、知ったことがあって、それはフラットボトムができるということ、ダメージを応援すると、アールドクテックの強烈なフラットスポットの出方しないんですけども、今回こうやって初めて走っててフラッブレーキでフラットスポット作ったら、まあハンドルの方スピードバックにカタ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 ってくるのがありまして、ちょっと驚きました。皆さんご存知でしたでしょうか。最後にアロワングランプリの話をちょっとしたいと思います。本来であれば土曜日にグランプリを閉じて、日曜日の午前あるいは午後に新しいグランプリを私が走る時間帯を公開にして、いろんな方が、そこで揃って走れるようにできればいいなと思っていたのですが、冒頭に申し上げた通り、今週末は、同日と私が自転車のロードレースの観戦に行ってしまうので、それができないということになります。なので次狙いは再来週のメキシコグランプリの日曜日、メキシコグランプリの次なので、ブラジルグランプリを、みんなで一緒に走ると、時間を合わせて走ることができたらいいなというふうに思っています。詳しいことはまた配信したいと思います。ということで今回メキシコグランプリ1週間早いですが動画公開しました。またね。